ホアの家で手巻き寿司パーティーしたんだよね。っていうか最近月曜日スバルお休みもらってるんですけど、暇になるとね、トアの家に転がり込むご飯を一緒に食べてもらうという、なんかまあ手巻き寿司パーティーをしたんですけど、紐じゃないよ、紐じゃ。いやスバルだって何したかな、キッチンで応援した、キッチン、いやちゃんとそのスバルが誘ったから、スーパー代とかコンビニ代は全部スバルが出してるので、ご飯の準備はトアがしてくれるから、猫と戯れたりトアの様子を見たりして待ってる。トアの様子を見た、幼き頃からスバルは料理をしてる人を周りで見てんのが好きなんだよね。何もできないんだけど、母ちゃんが料理してると、その横に行って冷蔵庫とかに体重かけながら料理してる様子見の好きなんだよね。それで、おーみたいな。したらトアにジュース入れといてって言われてジュースとか入れてる。しかもさ、荷物とかさ、トアがさ、なんか気を使ってね、コンビニとかでいっぱい買った荷物をね、持ってくれるの。なんか袋をさ、半分トアが持って、半分あの手作業スバルが持つみたいな持ち方あるじゃん。あれをするんだけど、バランスが合わなくて、いやこれトアが持った方がよくねとか言って全部荷物とか回収されちゃうから、なんか歩いてるスバル横で。そしたら、トアがなんか、ノリには裏と表があるとかいう、なんか持論を展開し始めて、スバルも真似して、はい、これが表だよ、渡すんだけど全部裏で、スバルちゃんこっちが裏でこっちが表ね、分かったとはノリ、はいこれ表ね、スバルちゃんこれ裏だよ、えみたいな。そんな感じで、脱出ホラーみたいなやつを見て楽しんだ。スバルマジで映画人と見るの苦手なの。映画見てる時にあんまり映画以外のことで話しかけられるの苦手なの。なんか実家で映画見てると母ちゃんが、スバルちゃんこれ飲む？とか言って、なんかもう氷をガラガラさせながら、そのガラ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 みたいな、これ何なの、この犬は何なのみたいな、待って今映画見てるんですけどみたいな、ありがたいんだけど、ちょっと今見てるからみたいな。で、氷の音がうるせえんだよ、なんかガラ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 って、そんな音することあるみたいな。トアはそういうのが一切ないの。なんかトアってちゃんと映画見てくれるんで、もう一切ないんだよね。いやトアは多分気がおかしくなると思うけど、一緒に住むならトアだなと思った。なんかでもトアはスバルの部屋をが耐えられないから、トアは気が狂うと思う。ござるというのがありながら、いやいやいや、はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.